今回の雑学はこちら。はい、絶対音感のある人しかできない仕事です。耳で聞いた音を判別できる人を言う絶対音感ですが、それを活かせる仕事、それはカラオケの曲の譜面作りと。カラオケ音楽を作っている会社はレコード会社から楽譜がもらえるわけではない。なので絶対音感の人は新曲が出るとその曲をテープで聴きながらピアノの旋律やギターの旋律を次々と楽譜に移していくと。これをもとにしてカラオケ用の演奏曲を作ると。ちなみに絶対音感の人は聞こえる音がすべて音符状態で聞こえると言うみたいです。はい。